どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日は、ANA のね、キャンペーンが来ておりました。しかも、今回は、えー、修行僧、SFC 修行、もしくは、ANA のダイヤモンド修行してる方向けの動画となっております。まあ、その動画となっておりますっていう理由かは、この ANA のキャンペーンがね、えー、プレミアムポイントを追加であげますというキャンペーンなんですよね。で、このキャンペーンは、 え残念ながらね、対象の方限定なんですよね。で、残念ながら私、対象かなと思ってたんですけども、えー、対象外でしたね。<laughs> やはりね、ダイヤモンド修行してる人はですね、まあ、もしかしたら、あの、永年側もう分かってるんじゃないかなと思います。<laughs> まあ、私もあとね、二万五千ぐらいだったかな。で、もうダイヤモンド修行終わるんですけども、まあ残念ながらね、対象外でした。ですので、あの、今回のこの、 キャンペーン、私の動画の概要欄に UR、L、入れ、URL 入れておきますので、まあ皆さんはね、対象か対象じゃないかはね、一応見てもらって、まあ SFC 修行されてる方、もしくはこれからまだね、2ヶ月あってここで一気にね、SFC 修行したい方、なんかはね、ぜひ見て、もし対象のキャンペーン、対象者であればね、あのー、本来のポイントよりプラスしてね、もらえるプレームポイントもらえますんでね、ぜひ。 利用してみてください。で、キャンペーンの内容なんですけども、期間が、えー、2019年10月から、えー、2019年12月の23日まで。で、えー、キャンペーンの内容なんですけども、えー、国内線はプラス5%。で、国際線は10%。ということなんで、あのー、本来ね、普通に計算した、まあ、もともと計算であってたプレミアムポイント。 まあ私がやっているクアラルンプールから東京乗り継ぎのニューヨークで東京乗り継いでのクアラルンプールまあこの一周で大体2万5千稼げるんですけどもまあそれをまあ仮に利用したとしたらまあそういう10%ですねなんでプラス2 5五百、2万5千もらえるんでプラス10%で2 5五百もらえるみたいなキャンペーンとなっておりますでこれは今はね国際線なんで10%なんですけども国内線の場合は5% で、えー、条件がありまして、え、コードシェア便は NG。まあ、え、ですんで、ANA の便じゃないと、このキャンペーン対象じゃないのでね、気をつけてください。あともう一つ、こちらは ANA のキャンペーンなんで、基本 ANA のキャンペーンは、キャンペーン参加っていうものが必要ですので、あのー、このキャンペーンを利用したい方はね、この概要欄から入ってってもらって、ちゃんとキャンペーン登録するっていうのね、確実に行ってくださいね。そうしないと、あのー、 もし対象であってもね、あの、加算されませんので、ね、気をつけてください。で、これ期間がありまして、まあ、付与期間ですね。あの、登場期間は10月の1日から31日までの分が11月の上旬に付与されます。で、11月1日から11月30日の分は12月の上旬に付与されるんですよね。で、実はね、もう1個あるんですよ。12月の初旬から12月の中旬みたいな。 12月の1日から23日まで登場分も、一応、キャンペーンの対象期間なんですけども、あの、SFC 修行とか、まあ、ダイヤモンド修行もそうなんですけども、この一番最後の12月1日から23日の間のやつは、12月の下旬に付与されるんですよ。23日だまでなのに。下旬。何日に付与されるんだろうって感じですよね。そうなんですよ。 この SF、そうなんですよっていうのもあれなんですけど、まあ SFC 仕様も、まあダイヤモンド仕様も、12月31日までにプレミアムポイントを取らなかったら、まあ意味ないですよね。意味ないんですよ。だから、これをのキャンペーンを計算して、えな、ー、んですか、加味した計算式で入れて、仮にね、足りなかった時、その12月の下旬のキャンペーンで足りなかった時、 終了までありますよね <laughs>。ですので、あのー、私の計算をなったら大丈夫っていう方はね、それは、それでいいと思うんですけども、あの、ちょっと不安な方はね、この最後の期間を、えー、このキャンペーンのね、あのー、加算されるプレミアムポイントを計算して、あのー、ルートを組むのはね、ちょっと危ないと思いますんで、あのー、最後の期間はあんまり気にしないっていうか、その、 そこまでね、計算に入れないことをお勧めしますね。えー、それではね、今回のこのキャンペーンは、えー、一応対象路線っていうのはあるんですけども、まあ一応ね、調べてみたところ、えー、マイルが畜産されれば、どのクラスでもね全路線でね、付与しますっていうことですので、まあそこはね、気にしなくていいんじゃないかなと思います。で、あのー、このキャンペーンで、 えー、10%国際線だったらね、10%の追加のプレアムポイントがもらえるっていうことなんで、まあ私がこの動画で紹介している2週で簡単、2回で簡単みたいな SFC 修行っていうのを私の動画で紹介してるんですけども、クアラルンプール発見のえ東京乗り継ぎのニューヨーク往復からクアラルンプール。まあそれで先ほど言った通り2万5000、えー、プレアムポイント取れるんですよね。で、それが、 プラスで2万、えー、2500ポイントがもらえるっていうことなんで、2周しなくてもいいかもしれないですよね。<laughs> ですので、あのー、このキャンペーンはね、これから SFC 修行されて国際線ね、利用されるっていう方は、もう積極的に狙ってってほしいんですよね。えー、プラス10%もらえるんで、本当に、あのー、1万とか2万とかね、このキャンペーン取れれば、本当に2000ポイント、 取れますんで、ってなったら本当に東京は、えー、那覇往復ぐらいのね、あの、プレームポイントが普通に取れちゃうわけですから、ぜひ皆さん狙ってね、あの SFC 収容されてる方はね、ぜひこのキャンペーン狙ってみてください。で、あの、キャンペーンを、えー、この動画の概要欄に貼ってありますって言ったんですけども、まあ、そこから確認していただいてもいいですし、まあ、こちら ANA のキャンペーンなんで、まあ、ちょっとね、また探しづらいんですけども、えー、マイレージ画面、 え、アプリのね、NA マイレージの画面から、え、マイレージの画面に行ったところに、右上にマイキャンペーンってありますよね。まあ、そこから行ってもらって、そうするとね、自分のキャンペーンが、バーって出てきますんで、え、対象者の方はそこに出てると思います。出てなければ基本的に対象者じゃないと思っていただけたらな、と思いますね。まあ、今回の動画ではね、ちょっと簡単ではあるんですけども、え、これからね、SFC 修行される方、まあ、私もちょうどね、 今10月の初めで、ちょうど去年の今ぐらいに私 SFC 修行したので、まあこれからね、あのー、年末にかけてね、一気に SFC 修行したいっていう方はね、ぜひこのキャンペーンね、一度対象かどうかね、確認してもらって、もし対象だったらね、キャンペーン参加確実にして、あのー、追加のプレインポイントね、もらうようにしてください。 えー、今回の動画は、えー、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のチャンネルではですね、こういう ANA マイル、ANA に関すること、プラス、えー、クレジットカード。 えー、ホテルレビュー、飛行機レビュー、えー、お得情報なんかもやっておりまして、えー、ニューヨークのね、私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもね、まあ、最近ちょっと動画、まだ上げて、最近上げれてないんですけども、えー、ニューヨークのね、観光動画なんかも、えー、上げております。あとね、ポイントサイト、実際に、えー、ANA マイルをね、この動画見てる方が、えー、取得できたらいいなと思って ANA マイル。で、ポイントサイトのね、あの、活用の仕方、みたいな、ね。 のもね、一緒に動画にさせていただきますんで、もしよかったらぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ